な怖がっちゃって、俺帰るって言ってみんな帰ってっちゃうんですよ。でその時僕団地だったんですけど、団地の2階だったんですね。でみんな帰っちゃって、しかも煙がすごいことになってきて、どうしようかなと思ったら、そのうちの友達の一人がね、お母さんを呼んじゃったんですよ。坂口が火つけたって言ってそれで開けなさいって言うけど、逆に怒られると思ったから怖くて俺打ち鍵しちゃってで開けなさいもう怒んないから開けなさいって言うんですよ。いや絶対これ怒られる絶対もう開けないって決めたんですよね。そしたらもう台所は今度燃え出しちゃって、逃亡になってるんですよ。でこれはでもそのお母さんがもう消防車とかに呼んで、なんだか4、5台来たのかな団地に、でうー言ってきて、で隊員の人とかやっぱピンポンとかノックすごいするんですけど、もう怖くてそっちの方が僕は家事より大人に怒られる方が怖いと思ってたんで、もう絶対開けないそしたらはしご車で窓割って消防隊員が入ってきて、俺確保されて、2階だったんでね、すぐだったんですけど、それでもうすごい消火活動が始まってっていうね。でももちろんこっぴどく